こちらサーモス保冷缶ホルダーです。これね、350缶が入るものと、500缶が入るものとあるんですけれども、これはね 350ml の方です。これを初めて使ったのは去年、アニメ好きのおじさんと一緒にキャンプに行ったという回があったんですけれども、これ優秀よ。これ2000円しないぐらい。え、こっちが1000円でこっちが1500円ぐらいだったかな。500ミリ缶と2つ持ってると楽かもしれないね、うん、この辺で売ってるとこってあります？アマゾンその時にね、初めて使わせてもらいまして、でこれがね、あまりに良かったので、それ以来ですね、購入してずっと使ってます。家でも使ってるんですけれども、このですね、保冷缶ホルダー、どれぐらいの効果があるのかというのをですね、今から実験してみたいなと思います。さあ、それでは実験してみましょう。これは多分ですね、今までキャンプ用品いろいろ買いましたけども、おそらくね、一番使い勝手がいい、一番ね、なんだかんだ言って役に立つものじゃないかなと思ってます。こちらウィンドスクリーンなんですけれども、先日ですね、ツイッターで見かけた投稿がありまして、それがですね、料理をするときにウィンドスクリーンは必要なんだろうかっていうような投稿がありました。風よけですよね。まあ、こういう感じで風よけにして使うわけなんですけれども、これね、キャンプ始めたときにね、全然存在を知らなくて買ってなかったんですよ。でこれがね、いるかいらないかなんですけれども、正直ね、絶対いると思います。野外なんで風が吹くときもありますし、無風状態っていうのがほぼないと思った方がいいので、これはね、絶対あった方がいいです。一応ね、これなくても料理はできるんですよ。火はつきますから料理はできるんですけども、例えばね、水を沸騰させるまでの時間、そういった時間がですね、このウィンドスクリーンがあるかないかで全く変わってきます。風があるとね、本当沸騰しないときは全く沸騰しなかったりとかするので、絶対にあった方がいいものだと思います。でちなみにですね、今回僕が使うのはですね、これ Amazon で350円で買ったものです。近所のね、アウトドアショップというか、まあ、スポーツ用品店行ったんですけども、売ってるものがね、まあ、大体幅がこれぐらい、1枚の幅がこれぐらいで、高さがもっと高いやつ、それがね、5枚セット、こういう風に連なっててユニフレームのものでしたが、1600円というものがありました。これだと、鍋の大きさによってですね、結構幅を広くしたり狭くしたりできるんですよ。ただ、その5枚のものだとちょっとね、1枚の幅が広いっていうのと、まあ、ちょっと鍋とかをするときには使いづらいのかなと思って、これにしました。
まあ、安かったっていうのが一番大きな理由なんですけども、Amazon でね350円のこのウィンドスクリーン、まあ、決してそんなにいいものではないんですけども、これがねある時とない時で沸騰するまでの時間がどれぐらい違うものなのかというのを今回はですね実験してみたいなと思います。で今回沸騰させるのはですねシェラカップに入れた 200ml の水です。これをね沸騰させてどれぐらい時間がかかるのかというのを見てみましょう。まずはねウィンドスクリーンがないパターンでやってみます。はい、これでですね沸騰するまでの時間を見てみます。でもう一個のねウィンドスクリーンがあるパターン、それを試す時も、このね火はつけたまんまにしておきます。そうしないとですねあのガスの強弱が出てくる可能性がありますので、とりあえずはねそういう感じでやってみましょう。はい、ここでね沸騰しないんで諦めます。諦めて、違う方に行きましょう。今度はですねウィンドスクリーンがあるバージョンですね。はい、こんな感じで囲ってやってみます。はい、沸騰しましたよ。全然違うでしょこれ。こういったねウィンドスクリーンって、これ350円のものですけども、物が同じようなものなので、機能的にはねあんまり変わらないと思います。なのでこういったね安いものでも十分機能を果たしてくれるし、料理をするにあたってですね沸騰するまでにあれだけ時間かかっちゃうと、まあ、料理する気も失せちゃうということで、このねウィンドスクリーンはかなり便利なものだと思います。いつもねあの僕があの料理とかしてますけども、ウィンドスクリーンをね使ってないことが多いです。でそれはねなぜ使ってないかというと、あの単純にね見た目の問題で、まあ、これがない方がちょっと見た目がいいかなということで、使ってなかったりするんですけども、リアルにねあの撮影とかなしで料理をするっていうんであれば絶対あった方がいいです。さあそういうことでですね、今回はねウィンドスクリーンの実験をしてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。どれだけ機能的かっていうことがよくお分かりいただけたんじゃないかなと思います。これからねキャンプを始めようという方はぜひねこれを持ってた方がいいと思います。そんなにね重たいものでもなく軽いものなので、かさばることもありませんし、これ逆だなこっちだ、かさばることもありませんし、必ずですね、料理をするときは先ほどですねご覧いただいたように、周囲の風がねかなりネックになってきます。ネックになってきますしね、熱がねこっちに行ったりこっちに行ったりいろんなところに行くんですよ。なので、必ずねこれを使うといいと思います。
ー。